で今回もまたまたノートの紹介。ということで、えー、このノート。このノートも大い,たい、えー、Amazon のサイトで1000円から1200円ぐらいで売ってたかな。買ったんだけど。まあちょっとノートにはまってたというか。まあ、こうやって譲、いずれ Amazon の動画じゃないな。はまるんね YouTube の動画にして伝えたいなと思って。 早速、えー、見ていくんだけど、サイズが、まあ A4 サイズなんだろうけど、えー、横が29.6か7ぐらいで、縦が23センチと。そして、えー、右側にはこのノートの内容、こういう特徴だということを書いてると。A4 サイズの70シート70枚ね。 左側はあこのノートがどういうふうに、えー、人の頭の中で役立てられるのかっていうのをロゴ化してるのかな可視化というかそんなこのノートのメーカーのロゴかながあ,あるとそして早速中を見ていくんだけどえー、っと一番あーやべ静電気で髪がくっついてる静電気でめちゃくちゃ髪がくっついてるわあやべ取れ取ってみてあ取れ取て え、なんかあ、静電気めっちゃバチバチしてる。ちょっと汚れてるな。これ、あの、3年ぐらい前に買ったやつなんで、まとめてね。買いたいように。そして、えー、1枚目をめくると、オレンジの紙と。そして、このオレンジの紙をめくると、 えー、このノートの使い方が書いてると、えー、読めない読めるところだけ読んでいくけど感性と知性の二つの視点を持つ思考を形にするノート論理的な思考を書き写すツールですとこのノートは、えー、思考を整理、えー、マトリックスノートブックと。 ああ、なんか一つ一つ全部違うんだね、書いてるところと。マトリックスノートは、四分割された紙面を利用して、思考の整理や戦略分析など、様々な要素を引き出すことができます。はい、えー、見ていくけど、ファイリング保存用のミシン目、切り離すと A4 となりますと。穴開けする際のガイド中心と。 あ中薬ノートや分析結果なども案件のタイトル日付、えー、日付と案件のタイトルと連番と、えー、穴開けする際のガイド中心と親切だねさてえー、っとノートこんな感じで例ねこれ、えー、ちょっと見ていくけど機械 強み、デザイン性の高さ、品質の高さ、ブランドとしての強固さなど。えー、脅威、価格の高さあ、ターゲットの絞り込み、年齢や性別による認識の違いと。弱み、新製品の開発予知、えー、他社とのコラボレート。競合他社による引用、先発の弱み、後発の強み。 より手作り味わい感の強いものと、えー「How to use」「使い方」「考えなどを整理する」2つの軸に対象となる項目を配置させ自分の行動や考えをまとめることができます「えー、緊急」「重要」重要ではないえー「重要」ではない「重要」ではないんだ?「緊急」ではない「重要」ではないか。 最優先でやるべきこと、必要不可不項目であるが忘れがちになるため注意する。あ,んあまり重要ではないが、あにより優先されがちのため要注意。時間があれば行う項目と。まあこういうふうに。まあこれは今度書いてることなんだけどね。2、戦略を立てる。外部環境の機械共有を分析し、 自社の強みや弱みを整理することで戦略を立てることができます。えー、機械と脅威、えー、強み弱みと、市場機械に対してどのように強みを生かすか、競合など脅威に対して強みをどう生かすか、市場に対し弱みをどうカバーするか、脅威に対し弱い部分をどのように強化するか。で、こういうことを書いてると、このオレンジのページ。オレンジのページには毎回、 あのこのノートをこういう使い方ができるよということを書いてるとまあでも働く人間ばっかりがノートを使うわけじゃないんでまあ好きに好みに使ったらいいと思う、まあ、勝手な個人的な言い分だけどそして次のページから見ていけばえっ、ー、と、えー、白紙で、えー、オレンジのページで見たようなあ構成があされてると区切られ方がされてるとこれが70枚入ってると えー、70枚終わった後に、えー、厚紙が最後にあってこのノートの作りが終わるとこれも a 4サですねこんな感じこのノートの構成ということで今回もーノートの紹介それじゃあまた。